鉄岩、同光天羅2年3月20日は、江戸時代前期の大幕州の前奏。死後は、宝蔵国史。日後国駅上軍主三村の生まれ。最初、鉄源と号していた。再起上神という森山八万宮の社僧を父として生まれる。当初は、父の影響で浄土真宗を学んだ。出家の死は、浄土宗僧侶の海運である。が、本願寺では、 最徳がなくとも、自覚の高下によって神座にあることを潔しとせず、1655年陰元流期に参戦して禅宗に帰し、陰元の弟子木庵小刀の法を継いだ。あと、摂津国南馬村に随流寺を開墾。1674年に、肥後国駅城軍主三村に、美保寺を創建。また、宇治万福寺山内に大蔵教保管のため、 宝蔵院を開いたほか、金禅寺、改造寺など七か、寺を開いた。機内の上に苦しむ住民の救済にも尽力し、一度は集まった増強改発のための世財を、おしげもなく、機民に給付し尽くした。しかも、そのようなことが二度に及んだという。鉄岩の主著である、鉄岩前寺加盟法語は、元来は、ある女性に向けて法を説いたものであった。 かな方語はわかりやすく平面な表現で仏教の真理を解き明かした仏教の最良の入門書といえる。修正、法師を立てず弟弟子にあたる宝巣に寺を付属した。その既得な行いによって近世紀人伝末期に二立伝されている。1664年に大蔵教を観行することを発願し、1667年には全国アンを行って、 世財を集めた。上述の事情によって、二度まで断念したが、三度目にして、ようやく世財を集めることを得、京都の木屋町二条の地に、印、常房を開設し、1668年に、中国名の万歴版をもとに復刻開版し、1678年に、完成させた。1618部7334巻。小水の法王に、上進した。 この大造強は、大爆版大造強、または、鉄岩版と呼ばれている。版歴版の復刻ではあるが、行間に、海鮮は掘られていない。その版木は、後世まで大爆産の宝蔵院に収蔵され、培養書院を通じて、求めに応じてすり印が行われ続けている。AB、近世基人伝三十三ページ、角川日本地名大辞典編纂委員会編。 角川日本地名大辞典二十七大阪府、角川書店、九百八十三年、六百五十から六百五十一ページ http コロンスラッシュスラッシュ d h a t e n n e j p スラッシュ elkoravolo スラッシュ二零一一零六零六スラッシュ1 3 0 7 3 6 8四七六ありがとうございます。